メッシーナ地震。メッシーナ地震は、1908年12月28日に、イタリア南部のシチリア島からカラブリアにかけて発生した地震。モーメントマグニチュード MW7.1 の地震とそれに伴って生じた津波により、震源域となったメッシーナ海峡に面した大都市メッシーナとレッジオディカラブリアは壊滅的な被害を受けた。犠牲者の数には諸説あり、 八万二千人とも、十万人以上とも、推定されている。近代ヨーロッパにおいて、最悪の犠牲者を出した地震である。1908年12月28日、月曜日午前5時20分ごろ、現地時間、メッシーな海峡を震源域として、モーメントマグニチュード7.1の地震が発生した。地震の揺れは、 北東内市、東へ約4 0 0キロメートル離れた、アルバニアやヨーニア諸島でも感じられた。地震の揺れが非常に大きいものであったばかりでなく、津波が発生したことで被害が大きなものとなった。津波は、メッシーナ南部及びレッジオディカラブリア南部で、最大1 2メートルを記録している。6 0 0 0キロメートルに及ぶ地域でほぼ全ての建物が、破壊され、 メッシーナ海峡に面した二つの大都市、メッシーナ人口14万人とレッジョディカラブリア人口4万5千人は深刻な被害を受け、特にメッシーナでは地震と津波の襲来によって建築物の90%が破壊された。メルカリ震度階級は19世紀後半から20世紀初頭にかけて公安改良されたが、サンフランシスコ地震、 1906年のメルカリ震度 X を上回り、初めて臭いが記録された。メッシーナとレッジオディカラブリアの震度について、イタリア国立地球物理学科山学研究所、インブの地震データベースは海星メルカリ震度で X 臭いとしているが、郊外で最大震度、臭い、同じくインブの写真ギャラリーでは海星メルカリ震度臭い G に達したとも記されている。 メッシーナとレッジョギカラブリアをはじめとして多くの犠牲者が出たと報告されているが、正確な犠牲者は不明である。推測値には6万人とするものから10万人以上とするものまで諸説に幅がある。イーグイドボニラは8万2千人、地震による死者8万人、津波による死者2千人としている。日本の打つ特も世界の被害地震の表で八万二千人を、 採用しており、日本の気象庁は地震被害の比較にこの数字を引用している。いずれにしても犠牲者数の面では近代ヨーロッパで最悪の地震であり、世界的に見ても記録的な犠牲者を出した地震の一つであると得る。メッシーナやレッジョディカラブリアでは被災の時刻を午前5時21分として記憶している。この地域の建築物は 脆弱な基礎の上に重い屋根を乗せて建てられており、このような大地震に耐えられる構造とはなっていなかった。建築方法、資材の強度が不十分であったばかりでなく、当地で過去15年にわたって頻発していた地震が家屋に損傷を与えていた。救助隊は数週間にわたって瓦礫の中で生き埋めになった人々を捜索した。一家全員が数日後に救出されたケースもあったが、 数千人はそのまま埋没死してしまった。メッシーナでは、あらゆる通信、交通手段、道路、鉄道、電信、電話が寸断され、電線、ガス、街灯が損傷、津波の襲来によって建築物の90%が破壊された。被災地域の通信、交通は破壊されたため、震災の情報は、イタリア海軍の水雷艇によって、 電信船が生き残っていた二光寺にもたらされたが、それはようやくその日の深夜になってのことであった。震災は世界各地にトップニュースとして伝わり、国際、赤十字の支援を受けて、国際的な救助活動が行われることになった。救援活動は会場から行われた。イタリア海軍と陸軍は、捜索と負傷者の手当、被災者の避難、感染によって行われたにあたった。 また、略奪者には、発砲が行われることになった。被災地には、国王ビトリオエマヌエーレ三世夫妻も到着した。地震発生直後から現地で、救援活動を行い、住民の救助や避難に協力した外部の人々は、港に停泊していた艦船の乗組員であった。例えば、メッシーナ港に停泊していた、イギリスの貨物船、SS アフォンの船長らは、 被災地での救助活動を行い、アルバートメダルを受けている。地中海で活動していたロシア海軍、イギリス海軍は、最初期から救援に入り、水兵によって、捜索と、瓦礫撤去が進められたほか、以下による医療の提供が行われた。ロシア海軍からは、戦艦、イサレービチ、スラバ及び、巡洋艦、アドミラル・マカロフ、ボガトイーリが支援を命じられた。また、 イギリス海軍からは、戦艦、エクスマス、巡洋艦、ユーラヤラス、ミナーバ、サトレッジが出動した。フランス海軍からは、戦艦、ジュスティス、ベリーテ特築艦3隻が派遣され、アメリカ海軍は、世界一集合海を行っていた、グレートホワイトフリートと補給艦2隻に支援を命じた。また、ドイツなど他の国々の艦船も支援活動に応えた。 メッシーナ海峡周辺はカラブリア湖、コレブリアがアークと呼ばれる地震活動の活発な地域である。カラブリア南部ではこの地震に先立ってマグニチュード6以上と推定される地震が1894年、1905年、1907年に発生している。さらに歴史を遡れば紀元前91年、361年、1509年、 1783年に大地震がこの周辺で発生している。2008年に発表されたアンドリア・ビリーラの研究では津波を発生させたのは地震そのものではなく地震を引き金とした大規模な地滑りであるとの説を提唱している。明けて1908年再建が始まるとともに防災措置が取られることとなった。建築物はこの地震と 同規模の地震に耐えられるように設計された。しかし、復興の進まない中で、イタリアの他の地域に移住する住民も多く、アメリカ合衆国への移民を余儀なくされた人々もいた。震災による移民がたどった一総和として、過客船、フロリダの事故が挙げられる。1909年、移民850人の乗客を乗せて、ナポリから出港したフロリダは、 大西洋で霧の中で進路を見失い、豪華客船、リパブリックに衝突、フロリダでは3人が即死した。戦場で発生したパニックに対して、船長は空中への発砲などの手段を取って、ようやく沈静化成功する。地震と海難を生き延びた人々は、救助されて、ニューヨーク港に到着し、新しい生活を送ることとなったのであった。この地震は、地震学史上は、 近代的な景気観測データが残る最初期の大地震の一つでもある。20世紀初頭は地震観測機器の発展が見られた時期で、ウィーヘルト式地震計などが世界各地に配備されるようになった。メッシーナ地震の記録は建築、環境と地震被害の関係についての研究材料を提供し、20世紀における地震学研究、防災研究の発展に寄与した。 発生直後から、マリオ・バラった、G.B. リッソ、G.B. リソ、ジュゼッペ・メルカリラ多くの学者が、地震の発生メカニズムについて研究し、規模や被害を推計した。日本の大森ふ吉も現地に入り、信号や地震規模を推定する論文を発表して、研究史に寄与している。1980年代前半以後、地震学研究に、 コンピュータが導入されることによって、メッシーナ自身の再検討が行われ、等身線の作成や、波形のモデリングをはじめとする研究が進められた。2000年代以後は、津波の発生基準など多くの議論が深められている。メッシーナ氏は、震災後100周年の2008年に、全長40分余りのドキュメンタリー映像作品、メッシーナ1908を制作した。 震災前の死骸や老若男女の市民たちの日常生活の写真をコラージュし音楽を付したコンピューターアニメーション作品で歴史的な解説について字幕でなされる他は音声によるナレーションが配され震災で失われたものについて見るものが思いを馳せることを意図て制作されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。